9月13日朝5時のコイン月光でございます。今回ね、このコイン月光一番上のラベルにカウントダウンセール 30% オフって書いてますね。これはコイン月光2024年のキャンペーンの一つだと思いますけども、ちょっとクリックしてみましょうか。はい、どうもね、月光、コイン月光が主催するゲームのカンファレンスみたいですね。11月11日にタイのバンコクで行われそうです。かなり大きなイベントになりそうですね。いや、コイン月光もね、こういうことをするようになったんですね。はい、あと59日ということですね。で、対面でもオンラインでもできるそうです。こういったニュースってほとんど知らないことばかりですよね。だからこういったところで暗号通貨のニュースに私たちは乗り遅れてるのかもしれませんね。はい、講演の方ですけども、どなたか知ってらっしゃる方いますね。この中で何人か、あ、この人は聞いたことあるなっていう風になると、あなたもコイン月光、さらに日本人で招待されてる方が一人もいないというね。ねえ、ちょっと残念ですね。その他、議題ですとか経験ですとかスポンサーね、日本の会社は関わってるでしょうか。バイビットってところがあったりとかね、あとこれなんですか、アマゾンですか、アマゾンも関わっていたりとかしてますね。クーコインもいますね。まあ、こういったところで信頼できるスポンサーってのを見るのも一つだと思います。はい、で、場所はこちら、アクセス方法が書いてます。 FAQ とかね、プレスリリース、こういうのもありますね。はい、じゃあ一旦こちらの方を閉じてコイン月光ニュースいってみましょう。まず特筆するべきはコインが 14,710 と取引所の数が 1,189 はいいんですけども、時価総額が300兆円からね、上下してあまり変わらなくなりました。しかし個別銘柄的に強い暗号通貨ってのはビットコインがもう 54% のドミネーションを占めるようになってきたかなっていうのと、イーサリアもちょっと元気がなくてね、伸び悩んで 13.3% にとどまっているっていうところです。はい、それでビットコインですけども800万円台を急回復してきたっていうことと、それに引き離されるようにイーサリアムはあまり値段が変わってないと。で、リップルもまあ急騰はしてるんですけども、まだ80円台に乗れてないってことでね、まあリップルの価格って90円から100円の間がまあ適正なような気がするんですけどもね、最近の推移を見てると、ちょっとそう考えていくと市場の評価が低くって、リップルを買う人よりも売る人の方が多いのかなっていうふうに見えちゃいます。で、カルダノはこういった厳しい状況の中でも50円をマークしだしたかなっていうところですね。はい、柴犬コインはちょっと 0.002 円を割って久しいです。今年の1月が本当にね、買い時で、そこから今日に至るまでいつ売っても利益が出る、そんなコインだったと思いますけども、まあ今から買うのはどうかなというふうに感じちゃうかな。はい、まあ今日はそんなとこですか。暗号通貨ね、ちょっと冬の時代で私が理想としている400兆円時価総額を中心にして、安い時で370兆円、高い時で430兆円っていう、このレンジが全然守られてなくてね、その時から100兆円ぐらい値下がりしている状態で下げ止まりしちゃったかなっていうところでございます。こういう時こそ大事なのは暗号通貨のいいニュースをたくさんのインフルエンサーがね、どんどん流していただくと、暗号通貨に注目が集まって買う人が増えて、で、時価総額が後から戻ってくるっていうね、このパターンですから、今暴落だよ、やばいよっていうよりも、今がいろんなコインをね、見極めるチャンスなんじゃないかなと。こういった時価総額が100兆円も下がった中でも根強いコインをこれからも期待していきましょうみたいなね、明るいニュースで引きつけたいですね。はい、それでは今回以上です。